以後第47潜水艦は、日本海軍の潜水艦、E16 型潜水艦の7番艦、佐世保海軍工廠で建造された。人間魚雷、回転を簡単に搭載可能。1944年7月10日に竣工し、訓練部隊に所属した後、10月上旬より、第15潜水隊に所属した。同年11月、回転特別攻撃隊、 原作戦菊水隊として内海西部を出撃、西名関与中尉らが登場した回転4機の母艦としてうるしい干渉を襲撃し、回転船により輸送船ミシネワを撃沈した。その後も回転作戦に多数参加し終戦を迎えた。翌年4月1日、海没処分。1941年の昭和17年度計画により、 佐世保海軍交渉で1942年11月21日、帰港、1943年7月31日に、官邸類別等級別表に加えられ、9月29日、浸水、1944年4月15日、折田義継少佐が偽装委員長に任命される。7月10日に巡航し、折田少佐は、初代潜水艦長となった。 吉沢千明隊員、公会長、重本俊一隊員、法術長、佐藤修一中医、機関長、徳沢菊一郎隊員。横須賀陳述席となり、第六艦隊霊下の第十一潜水船隊に編入される。約2ヶ月の訓練を行った。8月下旬には、山口県北部の湯谷湾において、潜水部隊が新型装備の実験と訓練を行い、 これに、第三艦隊霊下の第10戦隊に所属する駆逐艦諸月と摂風が、戦見部隊指揮官の指揮下に入り、対戦訓練に協力した。同時期には、第二遊撃部隊も内海西部にあり、自体訓練を犠牲にしても、他部隊の戦備作業に協力していた。第一次、原作戦10月8日、47は、第15潜水隊に編入された。 第15潜水隊は、軍隊区分において第1潜水部隊を編成していた。10日午前11時ごろ、連合艦隊参謀長、草加龍之助中将は現作戦3回外の潜水艦について出撃準備を命じた。潜県部隊指揮官は、横須賀で整備中の E47 に整備と、戦備促進を命じた。12日、連合艦隊は、 1> 第1潜水部隊派原作戦外の潜水艦を出撃せしめ敵機動部隊を撃滅と命じた。17日午前8時35分、連合艦隊は GF 伝令作第351号をもって早い1号作戦警戒を発令し、午前8時48分に潜県部隊潜水艦全力の中南非方面への急速出撃準備を加齢する。 先見部隊指揮官は現作戦準備中の4隻に出撃や出撃準備を命じ、午前9時2分にはイ四十7に対しても出撃準備を加齢した。同17日20時36分、連合艦隊は GF 伝令作第358号をもって先見部隊指揮官波大湾東方の敵機動部隊殲滅のため全力をもって進出、セシムベシと命じた。この時点で、 フィリピン東方海域で、作戦中の日本海軍潜水艦は4隻、出撃可能潜水艦は10隻に過ぎなかった。整備中の3隻は、出撃を期待できず、原作船に回された。折田艦長の改装によれば、10月18日に、慶応義塾大学費用資料の連合艦隊司令部に、呼び出されて激励され、イ47に戻ると、 横須賀海軍交渉での特殊工事を命じられた。続いて、E47 は、クレ軍港に開港され、追加の工事を行った。原作戦に向けて、出撃準備をしていた大型潜水艦8隻のうち7隻が10月中旬以降の早い1号作戦に投入されて、E36 しか残っておらず、連合艦隊は、内地所在の E37 と E47 を、急遽、 原作戦に投入したのである。また、回転の準備も進まず、原作戦実施時点で12機が整備されたに、過ぎなかった。特攻兵器の人間魚雷、回転を搭載する工事を終えた、イ・ヨンジは、大津島に移動した。第15潜水隊司令が指揮する、回転特別攻撃隊3隻として、11月5日に、豊田祖江無連合艦隊司令長官により、 作戦命令を受領する。11月8日朝、菊水隊は大津島を出港する。E47 の環境側面には菊水マークが描かれ、潜望鏡2本をマストに見立てて、霧放検店と南無八ン大菩薩の上りを翻した。菊水隊は四国定岬沖で散開し、別個に漆井干渉へ向かった。事前偵察と戦火確認のため、 トラック白地より彩運が発進して作戦に協力した。回転出撃前、降りた艦長は特別に作らせたアイスクリームを回転搭乗員4名に送った。20日0030、ウルシー付近で浮上し、佐藤明将尉、渡辺光造将尉がイ、e、47甲板上から回転に乗り込んだ。その後イ、e、47は先行し、0300に、 発信予定地点のマガヤン島南東4海立地点付近に到着する。E47 は先行中であり、黒木広史隊の遺骨が入った白木の箱を首にかけた西名関を注意と福田人氏注意は交通塔を通って回転に乗り込んだ。降りた長は主要航路の無害水道を避け、南隣のマガヤン島とローラン島の間の狭い水道を通過して白地に入った後、 それぞれ指示された方向の敵艦を攻撃するよう確定に命令した。0328以降、5分間隔で0342までに、回転4機すべてが発進した。発進完了後、イ、e、47は、直ちに浮上し、20ノットの速力で南東へ飛退した。0416、完備方向に、オレンジ色の大火柱が上がるのを、冒険、042に、 同一方向に再度先行と火炎を冒険した。その後なおも、浮上構想中、右限艦首前方、距離6000メートルの位置に、米駆逐艦がいるのを発見し、急速先行した。0416の爆発は、米測量艦サムナーからも目撃されており、その位置は、プグリュー島の1.5海里南方の珊瑚礁であると、された。これは、e、E47 が回転を発進した場所が、 発信予定地点から少し離れた位置だったためで、サンゴ礁に座礁した回転が自爆したことによるものであった。その後、1132にも同じ地点で座礁した回転の自爆による爆発をサムナーと修理を受けていたケイジュン・リノが報告している。また、一機が0547に旧油艦ミシシネワに命中し、同艦を撃沈した。0600。 軽巡モービルが防線網付近の海面で水煙を発見。その後戦望鏡が2から4ノットの速力でまっすぐに接近してくるのを発見して5インチ砲と機銃で射撃を開始。機銃の集中射撃が多数命中したが潜航艇は潜航し、その後水面直下を走る潜水艦が起こすような小さな波が左限性横に近づき50メートルでそれも見えなくなった。 モービルから魚雷が艦首の下を通り抜けたとの通報を受けて出動可能な護衛駆逐艦軍が付近の捜索を開始した。0608モービルは隣に停泊中の軽巡ビロクシとの間の海面に渦を発見。護衛駆逐艦ラールが証拠を横切ってモービルに近づき、両軽巡の間に発生している渦に向けて0647に爆雷を投下。その後到着した。 護衛駆逐艦に艦席も渦の上をこう過ごして、先進度に設定した爆雷を投下した。0653ラールが2回目の爆雷を投下した後、海面に泳ぐ日本兵を発見した。波の中に日本兵の顔が見えたが長くは浮かんでいなかった。現場を捜索した米軍の探偵は女学生が差し入れた座布団と日本語が書かれた木片を拾い上げた。3日後、 日本兵の遺体がこの爆雷投下地点の付近で要集された。降りたは海天体はタンカーの他に空母を撃沈したはず。アメリカは本当の被害を隠していると思うと回想している。22日、及川小四郎軍令部総長は昭和天皇に菊水隊の戦火や戦闘状況を想像した。30日、呉に到着した。菊水隊の戦火は 正規空母2隻、戦艦3隻撃沈と認定された。12月8日、連合艦隊は、菊水隊について全軍に布告した。第2次、原作戦第1次回転特攻作戦では、E37 を喪失し、E36 は、機械故障で、回転1機しか発進できなかった。戦火報告により、回転作戦は成功したと判定され、日本海軍は、 第二次作戦を実施することになった。アメリカ海軍が回転への対策を実施する前に、各方面への作戦を実施することにしたのである。12月8日、連合艦隊は GF 命令作得第2号により第二次原作戦の実施要領を伝達した。12月19日に実施命令が下った第二次原作戦混合体の編成は潜水艦6隻で、 47はニューギニア島北部のホーランディア攻撃を命じられた。12月25日、47は第2次原作戦混合体としてオーツ島を出撃した。12月30日、グアム島西方約5 4 0トルを航行中に海軍関係者8名が乗ったイカラを発見し救助した。グアム島攻防戦で 日本軍守備隊が玉砕した後8名はジャングルに隠れていたが、ドラム缶でイカダを作りグアム島から脱出した。母艦ごと沈む可能性の高い任務であり、オリたたちは食料と水を与えるだけのつもりだったが、回転隊の川久保中尉が、我々4人は数日確実に死ぬから、代わりに8人を救助してくれ。と頼み、イ47は、恐竜者を救助したという。 1945年1月12日0100、ホーランディア付近で、村正実上等兵装、佐藤勝美一等兵装が、甲板上から回転に乗り込み、47は先行した。0230、川久保照尾注意、原敦夫商尉が、交通等から回転に乗り込んだ。0316から0326の間に回転をすべて、発進した。その後、 浮上して、対比に移った。午前4時55分、降りた艦長は、フンボルト湾で明かり色の爆発光を認めた。0 5 1 5ベイリバキ戦ポンタスエイチロスの左限3番戦争に、突然魚雷が命中した。しかし、直径22センチメートルほどの凹みができただけで、魚雷は海面上を滑って離れ、ポンタスエイチロスの側面を回って、 選手前方右辺寄りに90メートル離れてから大爆発した。爆発は激しかったが、船体の損傷は軽微であった。1月15日、及川総長は天皇に E47 の戦火について、想像した。沈没した E48 を除く混合体格艦は、1月下旬から2月初旬にかけて、クレに帰投した。E47 の戦火認定は、 大型輸送船4隻高鎮であった。戦後、降りた艦長はアメリカ海軍関係者から当時の状況を教えられたが、アメリカ側の被害否得を疑っている。2月11日、連合艦隊は混合隊について戦果を告示した。沖縄方面作戦、原作戦終了後も、47は第15潜水隊に所属していた。内海西部で、 回転戦の準備を行った。2月3日付で47公会長は重本、大尉から菊池貞彦大尉に交代した。米軍の沖縄方面来航に備え、日本海軍は残存潜水艦を南西方面に配備した。3月28日、回転特別攻撃隊、タタラ隊の一隻として、平成を出港し、沖縄方面に進出する。 犠牲の大きい白地襲撃が取りやめられ、この天武隊から洋上作戦に切り替えられた。公開中の4月25日付で潜水艦長交代の人事が行われた。26日、沖縄南東200海里地点付近で無限ディーゼル機関が故障。2日かけて修理を行った。27日、通常魚雷攻撃により、艦首不明2隻の撃沈を報告した。 5月1日深夜、イ47は、沖の大東島南南西100海里地点付近で 35km 離れた位置に輸送船団がいるのを電探で発見。追跡を行い、4000m まで近づいたところで、魚雷4本を発射、3つの爆発音を聴取した。2日0900、イ47は、沖の大東島南南西160海里地点付近で、 大型タンカーと護衛の2隻の駆逐艦を発見し、回転の発進準備を行う。1100に1番艇の柿崎実ノル注艇を発進。その5分後に4号艇の山口茂雄一平装艇を発進。それから15分後に爆発音がした。その爆発は激しく、4 7は揺さぶられた。その5分後に爆発音を聴取。 1122は新たに超音でフレッチャー級駆逐艦2隻を発見し、2番艇の古川七郎上等兵装艇,艇を発進。回転の推進機音は20分後に途絶えたが、それから28分後には高速回転する回転の推進機音がして、間もなく爆発音がした。爆発音の後、47はこの海域からすぐに離脱した。一連の攻撃で、 大型駆逐艦や輸送船の撃沈を記録した。7日、E47 は、A リアンダー級形巡洋艦を電端で発見し、回転の発信準備を行うも、6番艇の深海、気久に飛走艇と3番艇の横田博士に飛走艇は、電話機の不調により通信ができなくなっていたため、5番艇の前田はじめ注意艇を発信。24分後、爆発音を聴取。 この日の回転船で特設航空母艦もしくは巡洋艦一隻撃沈を記録した。12日、光に到着して回転と搭乗員、整備員を降ろした後、翌13日にクレに帰島した。5月1日から7日までの作戦で、イオン17は回転船と通常魚雷により輸送船1、巡洋艦1、駆逐艦2、艦首不明2隻、 計六隻の撃沈を報告した。折田は輸送船に駆逐艦1、巡洋艦1を攻撃したと回想している。戦後の調査によれば該当する戦果はなかった。同日、鈴木正吉少佐が艦長に着任。折田艦長時代の E47 は12機の回転戦を行った。6月5日、連合艦隊は天武隊の戦果を告示した。 7月17日、イオ7は、クレを出港して光へ移動し、開店と搭乗員、整備員を乗せる。18日に先行試験を行った。開店特別攻撃隊多問隊の一跡として、沖縄ルソン島パラオ方面に出撃することになった。19日、イオ7は、内海西部を出撃した。7月21日、 北緯26度13分統計127度50分、北緯26.217度統計127.833度、2 6 2 1 7十2 7 8 3 3地点で輸送船が回転による被害を受け、イオン17の攻撃であった可能性がある。29日にはフィリピン方面に進出する。30日イオン17は台風の中に入ったため、 浮上充電をしながら台風が去るのを待った。8月1日、一番艇の加藤忠し注意点が波にさらわれて流出。他の回転も浸水する被害を受けた。搭乗員はいずれも乗っていなかったため人的被害はなかった。8月11日、内海西部に帰島した。13日、光に到着して、回転と搭乗員、整備員を下ろした後、翌14日に、 クレに帰投した。翌十五日、終戦を迎えた。十一月三十日、除籍。九百四十六年四月一日、五島列島沖で、他の潜水艦二十三隻と共に処分される、ローズエンド作戦に参加。アメリカ海軍の実艦標的として、海没処分となった。浚港より沈没まで、約一年八ヶ月の間歴であった。撃破総数は二隻。 平成29年9月7日、五島列島沖で沈没艦の調査をしていたラプロンジェ、深海工学会が本艦及びその他の艦の艦首を特定したと発表した。これにより沈没地点が特定された。2017年現在は海底に対しほぼ垂直に艦尾が突き刺さった状態で沈んでいる。艦長たちの軍艦舟419から420ページによる 太平洋戦争戦記、ありがとうございます。